キプロス、ラルナカの漁港サントリーニ島の漁港日本、ナザ港日本、長崎県西海市大瀬戸町の漁港明石漁港漁港は漁業の根拠地となる港である。漁港とは漁業で使用する港、漁業の根拠地となる港のことである。漁に出るのに必要な物資を供給し、漁獲物の陸揚げ、輸送に関する設備が常設されており、また漁獲物の一部の加工。 貯蔵施設を備えている。近代的な漁港が登場する以前、川口や砂浜に船揚げ、水揚げが行われる船溜まりや船着き場があった。競売用の水揚げ場や簡素な加工場などを併設する例もあった。漁具の開発や改良、漁船の動力化、大型化などによって、漁業の生産性が向上するとともに、旧来の船着き場に過ぎなかった施設が、電力、 水道その他のインフラ設備の充実を伴った近代的な漁港になっていった。なお、今日においても開発途上国などでは、これらの近代的設備を持たない漁港、船着き場が開発に取り残された地方漁村を中心に多く存在する。日本には2017年時点で2860もの漁港がある。漁港漁場整備法によると、漁港は天然または 人口の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体と定義された上で以下の種類に応じて市町村長、都道府県知事、または農林水産大臣が名称及び区域を定めて指定する。特定第三種漁港には以下の13港が指定されている。かつてはプレジャーボートなど漁船以外の船が漁港を使用することは 漁業者から作業の妨げになると嫌われていたが、平成9年の水産庁長官通達によって、条例やルールを整備し、漁船の活動に支障のない範囲で、漁船以外の船を受け入れるようになっている。ありがとうございます。